3、2、1、さあどうなる。はい、車だったらね、行けたけどね。お、行ける。はい、皆さんこんにちは、マーシーです。今日はバイクについての動画です。新しく追加されたバイクの場所と、バイクの乗り方、バイクの裏技だったりを紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。バイクの場所どこにあるのっていう意見が多かったので、バイクどこにあるか分かりやすく説明したいと思います。はい、マップで言うとここですね、左上のこの家。はい、バイクは、ランダムで出てくるんであるか分かんないんですけど、いつも僕が見た時多くてここに 1,2,3,4 台並んでることがありました。はい、でたまたま今1個だけなんですけど、はい、ここにあります。ガソリンもなぜかめちゃくちゃある。はいはい、今回はバイクが2つここにありました。1,2ということで、ここ結構おすすめです。バイクゲットしたい方はぜひここに来てバイクで楽しんじゃいましょう。もし1個もなかったらごめんなさい。ということで僕のおすすめはここですね。ここ、マップの左上のここです。はい、お次はこちらですね。マップで言うとここアンビルスクエアの、一番右側の家ですね。ここ、はい、アンビルスクエアという街の一番右側の家、ここもバイクが置いてます。ただここは、2回行ったら1回目の時は1個も置いてなかったので、最初のとこよりはちょっと確率は減るのかもしれません。そう、バイクランダムっていうのがねちょっと厄介なんだよね。あ、でも2つ置いてあったね今。そう、ここにもあります。こっち側にも置いてあることあるのかな、まあ、タイヤとか置いてあるし、ここ置いてある可能性もあるかも。ガスって何、これ爆発するのかな。ちなみにあ、しないんかい。はい、そして3つ目はこちらですね。ピンクマちゃん、マップで言うと、画面右下のここ、ここですね。ここは分かりやすいかな。で、ピンクマの右側の方に行くと、ちょっと家とか、なんかこういう置物があるんですけど、その横にあります、バイク。こんな感じで、あるんだよね。で、あとこっち側にも、あります。こんな感じで、あります。ここもね、まあ、ない時もあるし、ある時もあるって感じなんだけど、ここも置いてます。はい、ここもおすすめ場所です。まあ街とかだと結構敵が多いから、こっちの方は、マップの端っこだし、プレイヤーも少ないかもしれないので、もしどうしても取りたいなっていう方がいたらここで何度か挑戦するのがいいんじゃないかなと思います。はい、そして4つ目はここです。ここのガソスタ、どこのガソスタってことなんですけど、ここです。マップの一番上北側にある、ガソリンスタンド、ここだけね、あの雪がないんだよね。だから分かりやすいと思う。ここにも、バイクが置いてあります。はい、こんな感じで。ここもね、あるときないときがあるんですよね。はい。ここもおすすめスポットでございます。はい、バイクに乗ってすぐ爽快感あふれるロード。わーっとー。はい、あとはマップでいう、ここですね。フォールティースプリッツ。ここにもバイクがあります。はい、細かいですけど、まあ他にも、バイクがあったりなかったりする場所っていくつかあると思うんですけど、今回僕が見た中でおすすめの場所をいくつか紹介しました。皆さんもこれでぜひ試してみてください。実際に乗ってみましょう。バイクに乗りながら銃を撃つこともできます。はい、もうこれ明日かじゃん、もののけ姫やないかい。これ乗りながらジャンプすると長押しでジャンプ。はい、皆さんバイクのジャンプなんですけど、この右側見てください。ゲージが溜まります。ゲージがマックスになって離すとジャンプします。こうやって、はい、パワースライドトリックっていうのが何でしょうか。丸のこれ、これ何、これ長押ししてるけどなんかちょっと微妙だね。ジャンプしながらやると違うのかな。なんかトレーラーにあったかっこいい技みたいなのってどうやってやるんだろう。高いところから飛び降りてみようかな。じゃあこういって、こういって、これ来ただろ、これ。で、ここで回る。おお、なんか片足を突き上げたぞ、この人。もう一回やってみたいと思います。タイミングよく。長押し。で、なんこの技。おお、一回転、一回転、一回転。おお、一回転した。できた。おお、いいよ。うん。今、最高得点13万ぐらいいったよね。もしこれ超えれる方いたら、コメントください。バイクに買うキャッチャーをつくのかやってみたいと思います。
着きませんでした。お次はバイクで崖を登ることができるのかやってみたいと思います。はい、車だったらね、行けたけどね。お、行ける行ける、あれ行けるんちゃう、あ、行けないわ。はい、じゃあお次はですね、まあ、以前からクラッシュパッドを並べて、加速すると飛ぶというバグがあったんで、これをバイクでできるのかやってみたいと思います。 3,2,1 レッツゴー。来たー、これ来ただろ、絶対これ来ただろ、これ絶対来た、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 いける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 。はい、マップの外に行けるのか、これちょっと気になりますよね、めちゃくちゃ。はい、それでは、ここにバイクがあって、クラッシュパッド置きます。ワン、あれ置けないじゃん、なんで、置いて置いて置いてね、置いてよ。クラッシュパッドって何、2個並べなくなったの、もしかして。ほら、クラッシュパッド自体2個使えなくなったんだ、あの重ねらんなくなったんや。じゃあこう横に並べて、これでやるしかない。いきます、3,2,1、さあどうなる。おお、なんやねん、なんやねん。はい、ということで、いかがだったでしょうか。こういう動画が好きな方はぜひチャンネル登録、グッドボタン、通知音よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バーイ。